100均でですね、100均ダイソーでサボテンと多肉植物を買ってきました。まずこちらはリムノカリキュウム、サボテン、ペンタカンサ、ペンタカンサ、ペンタ、ペンタカンサ、ペンタカンサだそうです。縦にピュート、あ、縦に伸びるんだ。丸く大きくなっていくわけじゃなくて、これ上に、これ丸だっけ、どっちだったかな。まあ今のところこんな感じ。で、これがセダム属って書いてあるね。セダこれはね、エリコイです。L？ エリコイです。エリコイです。タイプの名前って難しいよね。だそうです。エリコイです。それはわさわさっと増える。もうやめと増えてくれね。わさわさっと。はい。セダムさんで。これ、なんか、これは、多肉？カリシア。桜色カリシア。カリシア？ハテナがつく。ハテナがつく。もうカリシアであることはちょっと、それもわかんない。ハテナがつく。ハテナがつく。ね、なんか綺麗な色なんですよ。そうで、あんまり見かけないから。薄いピンクがかかってて、表面になんかこうキラキラしたなんか粒状のものが、ものっていうか、まあ、粒状にキラキラ光ってて、で、緑の線がラインが入っていて、すごく、色が綺麗な植物ですね。不思議です。こういうキラキラした植物があるんですね。まあ、すべて100円？108円。108円。まあ、消費税で108円です。まあ、あれかな、ダイソーさんはいろいろ地域によってあったりなかったりするのかな、植物はね。だから入ってまあ、くるのも多入って分くるのバラもバラバなラんバだ。ラだよね。でもまあ、すごく綺麗なんで、いいかなと思います。以上、ダイソーで買った多肉とサボテンでした。